はい、皆さんこんにちは、三輪義弘です。今日はですね、エムズダンスアカデミーに新しいスタッフが入りました。今日はね、ご紹介したいと思います。それではどうぞ。皆さんこんにちは、伊藤修太郎です。本日からよろしくお願いいたします。じゃあね、まず最初に、彼のね、ダンス、ご覧いただきましょう。伊藤君は山形大学出身ということで、はい、あの仙台の加賀先生、安子先生にあのお世話になってました。でそこに僕らが月1回あの教えに行ってまして、まあ、そのご縁でね、今日あのエムズに入ってあのロボットになりました。加賀先生たちの、ね、仙台のレッスンはいかがですか？いや、すっごいとてもお世話になって、トレーニングだったり、食事管理だったり、何からないまで面倒を見てもらったので、とてもあのお世話になりました。あ、そうですか、ですか、ね、やっぱりあのね、学生たちもすごくあの競技に対して、まあ、あのレッスンはもちろんそのトレーニングからそのエクササイズからあのいろんなことをやりながら向上していくっていうね、こうやり方がこうシステム化されてるんで、まあ、それを本当にあの勉強したから、それがね、小林さんだから、まあ、これからまたね、あのプロとしてのレベルに、ね、なるんで、頑張ってください。はい、でそれから、ねまあ、彼は本当にあのコロナ直撃の学生生活だったと思うんですけども、あのいかがですか？練習会とかはちゃんとできてない時も結構あったんですか？そうですね、僕が3年の春からコロナがあの流行っちゃったんですけど、それ以来は練習会とか試合とかがなかなかなかったので、あの自分自身でモチベーションを保ちながら自主練習する日々でした。あ、なるほど。じゃあそういう時学校の施設は全然使えない？ほとんど学校の施設は未だに使えない。あ、なるほど。じゃあやっぱりあの加賀先生のところで練習したりとかですね、はい、そうですね、っていうのがメインで、はい、なるほど。大変ですね、まあ、正直ね、この世代本当にかわいそうで、あの、まあ、十分にその試合とか練習とかあのこれまでの通りにできなかったので、あのだから逆に言うと伸びしろがすごくある世代なのかなと。あのこれからねプロとしてあのしっかりやっていけばあのぐん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 伸びていくんじゃないかというふうに、ね、期待しています。それから出身は茨城県でしたっけ？そうです、小中高まで茨城にいました。あ、そうですね。じゃあ大学から山形大学で一人、はい、そうです。あ、なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、今回ですね、またこっち関東の方に来て、プロで頑張ります。頑張っていきましょう。頑張ります。それからあの今日からね、あのフリーダンスあの参加してもらって、あの、ね、初回からたくさんの人に、踊っていただいたんですけども、エムズの教室の雰囲気って、ね、どういう風に感じましたか？いや、僕が山形にいたんじゃ経験できないぐらいとてもレベルの高い先生方に囲まれてダンスさせてもらえるんで、すごい刺激になるなと思って今からワクワクしてます、はい。でまあね、あのレベル高い先生だからね、すごいハードルが、ね、高いし、プレッシャーは、ね、すごいかかると思うんですけども、あのやっぱり、ね、少しでも、ね、あの追いつくつもりで、はい、頑張ってね、頑張ります。はい、だからあの今日踊った、ね、生徒さんとか、あの、ね、あと普段、ね、こうレッスンされてる生徒さん の、ね、あの印象ってあのどういうふうに思いましたか？これもまたすごいレベルが高くて、生徒さんもすごいお上手な方がたくさんいたので、とても今びっくりしてるところです。前ね、あのエムズの、ね、教室は本当にもう熱心な人が、あのやっぱりダンス教室ならエムズだっていうふうに、ね、こう選んで、ね、こう来てくれてるので、あの本当にレベルも高いし、そのかける情熱もすごいんで、だからやっぱり、ね、そういう期待にしっかり応えてね、そうあの一緒に、ね、いいダンスをね、はい、作っていける、そんな設定になってくるかなと思います。はい、ます。はい、じゃあね、最後ね、この LINE ご覧の皆様に、なんかメッセージをお願いします。一日でも早く、立派なダンサーになって皆さんに応援してもらえるように頑張りますので、ぜひ何かあった時はお声掛けください。よろしくお願いします。はい、じゃあね、あのこちらのね、伊藤修太郎先生、あの皆さんどうぞよろしくお願いします。